んばんは。ポチさん900回目の訪問ありがとうございます。大量に来てくれて大量にありがとう。900すごい。こんばんは。ちょうど仕事が終わりました。お疲れ様です。ひとみちゃんへの手紙を書いてたら配信が始まった。あ、本当にありがとう。お手紙楽しみにしております。こんばんは。お、了解です。なんかさっき一応なんだけど、ファンレターの受付がさ、1月じゃなくて2月の21日必着までじゃん。で、あれってファンレターだけじゃなくて、ファンレターとプレゼントダブルでってことですよねってこと、今マネージャーさんに確認取ってたんだけど、そういうことですって言ってました。それの了解です。口から出ましたけど、ちゃんと打たないと意味ないですよね。やっほー、こんばんは。与田智さん、にゃんこありがとうございます。珍しくメイク してました。キュウリアさんありがとう。服10個も。卒業公演の日にはお手紙受け取れるかな。一応受け取れるはずなんですけど、なんか量によるかなって感じ。持ち帰れる量だったら持ち帰れるけど、なんか今までのなんか経験上、卒業公演やってるメンバーはなんか持ち帰れる量じゃなくって、みんな郵送にしてもらってたから、その日に読めるかはわからないけど、受け取ることは可能って感じかな。牛男さんありがとう。服10個。ちゃけど結婚した勇気ダメです。10個ありがとう。自分もしっかり確認して当選したんで、当日泣きに行きます。ありがとう。もう泣くの確定。あ、そう、郵送ある。それこそ過去にもなんかにゃんこのでっかいベッドを送っていただいたことがあって、それはさすがに担いで帰れなかったので郵送してもらったりとかしてました。うー、寒い、寒い。なんか右手だけ冷たいんですよね。これある？右手だけ冷たいです。スノーさん服10個ありがとうございます。ヨッシーさん900回目の訪問ありがとうございます。900、2人で900、すごいね。嬉しい、ありがとう。たくさん、こんばんは。おだけさんこんばんは。そう、なんか末端冷え性に効く漢方とかも飲んでるんだけど、多分なんかそのダイエットも相まって寒い。大量に手紙届いて、それで Y の手紙を埋もれそうって書いてあるけど、私マジで埋もれさせたことないから任せて、全員読んでるから。あと超遅くなったんだけど、先週末のお話し会のサイン今日の昼書き終わった。遅っみたいな。いや、ちょっとね、昨日一昨日らへんで寝落ちしちゃってて、寝てるんよ、ちゃんと寝てるんだけど、なんかもう本当に耐えられない眠気みたいなのが夜に来ちゃって、書けなくてっていうことが連日続いちゃったので、今日は早起きして昼間にちゃんと書いて、今日のリハの時に提出してきましたので、待っててください。小次郎さんありがとう。ハーブのダメさんもギフトありがとうございます。そう、サイン遅っと思ったよね。茶毛ますます白くなってる。だって、
え、なんか、え、思ったの、なんかさ、え、思った？これさ、今メイクしてるんだけどさ、顔は白いけどさ、首との色の差ないじゃんって思わない？顔はファンデしてるとはいえさ、顔のファンデも白いんだけど首の色との差がないし、手とか腕の色とも差がなくて、なんか今日ノーメイクの時に鏡見たら、え、顔白って思って、白くなった急に急に白くなったこんばんは、どうもどうも。イカくらい白い、やばいイカやん、そんなんもうセニちゃんに声掛けしてる。そう、なんかわかんないけど白いね今。 VR スクエアのサイン入りクリアファイル、あ、サイン書いたわこの前、今日届いてよかったです。体調は大丈夫ね。体調は平気、ダイエットの寒さがやばいだけで。でもご飯食べた後と運動した後とお風呂入った後はちゃんとポカポカしてるから大丈夫。そう、それとか代謝は良くなってるんだけど圧倒的に寒いそうっていうのと、あと多分だけどここ10日間ぐらい、10日間っていうかその卒業公演に向けての10日間ぐらいをあのめちゃくちゃいろんなもの試しながらあの美容とダイエットに励んでるんですよ。その効果が一挙に来ている。本当にマジで今週とかそんな無理してる感じに見えてたら肌荒れとかしてもおかしくないはずなのに、そう今完璧、なんかニキビとかも一個もないし、ちょっと髪の毛とかはあの近々やりに行くからちょっとこの辺置いといてほしいんだけど、爪もそういうの置いといて、体の元になってる部分の健康がいい感じです。そう、超元気。なんかあの内服とかあのサプリ漢方、あと栄養素的なドリンクと、あと運動、整体、サウナ、ヨモギ、発汗、エステ、全部フル装備でやったらなんか超絶調子いい。やっぱりやっぱりお金かけると調子いいんだなって思って嫌になった。今後も稼がなければ日の光を浴びてるよ、早寝早起き、運動完璧、外にも出てる毎日。焼きそばさん服ありがとう、たくさん。こんばんは、卒業公演当たりました、ありがとう、楽しもうね稼ぐしか、お金は大事、それな、お金は大事。そう、お金は大事だよって昔歌あったよね。そう、でもやっぱりあの人生で一番綺麗じゃなきゃいけない日だと思うので明日じゃないや、21日は。だからもうそれに向けて、はい、自己投資です。さっき秋葉原の駅でジャケさんのやつ見てきたよ。あー、ポスターありがとう。なんか今日ポスター見たよってサホさんとおりんちゃんからも言われた、嬉しかったそう、それわざわざ言ってくれたの、優しい。おりんちゃんはわざわざ写真付きで LINE までくれました。うん、それは結婚式じゃないのかな。あ、人生で一番綺麗な瞬間、結婚式にも撮っとくわじゃあ本当にね。てかドレス着るなんていう機会はさ、多分さマジで卒業公演とさあの結婚式ぐらいしかないと思ってる。
それ以外にドレス着るようなことってなんかコスプレイヤーとかになんなきゃなさそう。あとはなんかよくある年一で結婚式やる人みたいなよくあるじゃないけど、なんかすごいセレブがよくやってんじゃん。セレブがさ、なんか何回も結婚式やってるみたいな。そんなのでもない限りドレスなんて多分着ないから、今が整えるべき。そう、茶化史上最も美しくなるわよ。茶化はもちろんだけど突破隊も万全でいかないとね。体調よろしくね、みんな。みんな元気に生きてね。こんばんは、やっほー、こんばんは、どうも。ここ数ヶ月でお猿さんめっちゃドレス作ってるよね。うん、めっちゃ作っててめっちゃ大変そう。本当に本当にあのお猿さんの衣装さんの健康が一番心配、とっても心配。通知とともに仕事ぶん投げてきた次第でございます。お疲れ様。卒業公演に向けて喉を温めておきます。そうしてください。声出してね、よろしく。ショールームアワードの時はでもあれ私服だからな。あれワンピースですよ、普通のイートミーのワンピースだった。顔面強仕上がってきてますね。だって嬉しい。でも今日カラコン入れてない。今日はカラコン入れてないからフルのフル装備ではないんだよね、実は。そう、ここにプラスカラコンをすればいつもの公演と同じ感じになるんだけど、多分アイシャドウはこれでいったらベストなんじゃないかなっていう感じだった。これでいこう。寒いの大丈夫？部屋は19度ある。でも20度ないんだって感じで、ブランケットをかけてホットカーペットつけて、湿度は 40% は切らないようにしています。うん、衣装合わせは当日より前にできそうかな。わかんないんだよね、知らん。声出すの恥ずかしくて未だにできない。ペンライトフラハで、え、全然いいんじゃないですか。人には人の応援の仕方。声出せる人、声出してとかコールを覚えてる人、恥ずかしくない人が人の3倍4倍出してくれれば人任せですけど。私も、え、でも私あれですよ、なんか未来の果実とかのあの前奏ただクラップしてあの横歩きしてるだけじゃないですかあの時とかあのコールしてますよ。あー、よっしゃ行くぞって、私も言ってるよ。エチュードのマスカラ地元で売っててラスイチで買えたらラッキーすぎ。お、お揃いじゃん、いいね。私も今それ使ってる。やばくない？まつげマジで、てか目充血してるんだけどさ。まつげパーマした後にさマスカラ塗ったの今日初めてなんだけど、めっちゃまつげ。これエチュードのやつ、カールフィックスブラック、強すぎ部屋さなんか温まらないんだけど、27度で暖房つけてて19度だからさ、これ以上温度上げるわけにもね。部屋キンキンなんだがどういうこと。ちゃんと窓も閉めてるんだけど。やばい、バラン弁当のバラン。でマジでそれとんがってる、いい感じだわ。まつげまつげ、さみー、風量マックスファンヒーターあげたいね。ファンヒーターとかさ、なんかあとなんだっけ、サーキュレーターとかであったかい空気をこう回した方がいいって聞くんだけど、
なんか置くと部屋狭くなるから買わないっていう。そう、ワイの部屋帰宅して暖房つけてなくて20度羨ましいんだけど。いや外が寒いからだよね。そうそうそう、それはそう。あ、991日連続配信ありがとうございます。991ありがとう。991だってマジであと9日行きそうな感じだけど行かないよね湿度低いと寒く感じる。え、わかる。なんか加湿器であったかく感じるみたいなのあるって聞く。ユニクロの極暖は良い。あ、ねえ、あったかいよね。あったかいけどなんかあのピタッと感が嫌で今着てないっていう。着な着なよって話だよね。まあでもお風呂入ったらめっちゃポカポカだから、まあ 今だけだわ。さっきご飯食べた後はちょっとあったかかったんだけど、またすぐ冷えた。お風呂入ったら温まって、その温まった熱のまま眠りにつくわ。そうでもね、なんかね、そう今日ね本当はネイル行く予定だったの。爪可愛くなって帰ってくる予定だったんだけど、なんか担当するネイリストさんが体調不良になっちゃって、そうなんか変更できませんかって言われて、マジでってなって、え、これで変更できなかったら私本当に卒業公演まで爪可愛くないのかなと思ったんだけど、あの変更はできたの。そう変更はできたんだけど、担当さん体調不良、急な体調不良だから絶対インフルやんって思って超心配ね。大変だよね絶対さ、1対1とかでさ長時間やんなきゃいけない職業だからさ、相手のお客さんがインフルエンザだったら絶対にかかるもんね。ねえかわいそう。大丈夫かな。ねえ流行ってるよね今インフル、怖。ポキなんか鳴ったよね。っていうかさ前髪悩んでるんだけどさ、なんかこうやってぺったんこの方が可愛いかなっていう。最近ちょっとここ立ち上げかき上げ外巻きみたいな感じ、流行りじゃないや、自分の中で流行ってて、なんかこういうすっきりしてるみたいなさ感じが可愛くて好きって感じだったんだけど、なんかここさ立ち上げないでさぺったんこでさ外側に流すのも可愛くないっていうのを武道館の自分の写真見て思った武道館の写真の時割とここ流してるんだよね。そう武道館見たらそうだった。そうここ前髪こうやって流してて、こっちは普通にちょい流しの外巻きだったからあんまり変わんないんだけど、こっちの分け目の多い方をこうやって上げる感じも派手で可愛いんだけど、なんかこう潰して普通に手前側はこうやって外に流す感じで、こっちの外側だけこうやって巻いてるみたいな、なんかそのスタイリングがあれ可愛いなって思って。そうなの、写真フォルダで見つけためっちゃ写真フォルダ遡ってた。なんか最近自分の漏れてる髪型って、自分の漏れてる顔ってどれなんだろうと思ってめっちゃ探した。ぺったんかわいい、ぺったんしないかっこいい、確かにねそんな感じだよね。うわあ、私まだドレスの全貌知らんからさ何がいいのかわからない。でもなんかこうやって落ち着かせても可愛い感じにもなるよね。ね、こういう。ていうか私ちょっと痩せたくない？わかんない、今日メイクしてるからかな。なんかフェイスラインなんかシュッとしてない？ね。塩分控えてさ、野菜多めの生活より厳しめにしてるからかな。
お昼はでも今日トーストは食べたけどね、少し。あとここがなんかぺったんこになった、こわわわわわここなんかここがすごいいい。ほっぺ減ったよねこの辺。そうここシュッとした。でもさ、なんかここってさ、いくらシュッとしてもさ、あのオンデマさんのさ角度からさ歌っててさ、こう顎引いてるとこうやってさ肉あるように見えるのすごい嫌だ。ないんだよ、結構減ったんだから。私顎下減ったんだけどさ、そうそう、ほら結構皮やない、皮なんだけどさ、それでも多分歌ってる時は二重顎に見えるんだろうなと思って、あーこれこれみたいなそう結構頑張ってここを痩せた、鋭利な顎になりたい、頑張ろうえ、わかる？なんかげっそりしてなくていい感じなのは多分ある程度ちゃんと昼は食べて運動してるからな気がする。そうで、まあ朝昼混合にはなっちゃってるんだけど、ちゃんと午前中に起きてるから、なんかこう寝すぎでむくむとかもないし最近だからじゃない。でも DMM で見る昔の竹と比べたらめちゃくちゃ痩せてるって言われて、昔の大竹ひとみ見られてんの恥ずかしくなったそうやばいよね、昔の大竹ひとみさん結構パンパン。まあ若かったしな絶対。うん、若かったのもある。髪色はもちろん変えるよ、もう根元やばいからね。ギリギリに美容院予約してある、もう1ヶ月以上前から予約してある美容院。そう絶賛公開中、昔の大竹ひとみさんオンデマでリバイバル配信してて10公演あるんだけど、昔の大竹ひとみさんマジでパンパンだから見てくださいやばすぎ、黒歴史感。いやでもあの頃があって今があると思いますからね。はい、今が一番ね、だってでしょ、今が一番。でもそう思えるのよくない？あの頃が良かったなーってさ、思わず今が一番いいって自分で思えてるのよき。こんばんは、こんばんは。ねえ本当にそう、なんかずっと今の今までずっとこう追ってきて、自分で自分のあのことを髪色とかメイクとかパーソナルカラーの勉強した後とかから結構変わったと思ってるんだけど、自分に合うものを見つけて自分のことを磨いてったら、その時その時で今が一番いいって思えるようになって、うん、で現在のガチの今の今も今が一番いいなって思う。ただなんかこう過去の写真探してこの時のメイクが漏れるメイクだなとか、そういう意味ではなんかこの時がいいなみたいなのあるけど、状態として今が一番いい。なんかそう、まあただまあね、ここ5日間ぐらい体重は減らないね。でもなんか筋トレもしてるから別にいいかなと思って、まあ、走っているんは、まあ、いるんだけど、有酸素もやってるんだけど、加えてそうこうドレス着た時に綺麗に見えるように上半身それなりに少しは筋肉あった方がいいなと思って、ガリガリより、なんかそういう痩せ方より筋肉がそれなりにある方が綺麗な感じがいいなと思って自分でやってんだけど、で筋肉もつけてるからまあしゃあないかなって感じ。これであと4日で体重がめっちゃ落ちなかったとしても、まあなんか数じゃなくて見た目が良ければいいかなって感じですね。
今日手紙送ったプレゼントは21日に間に合わないごめんだって。え、全然大丈夫だよ。さっきちょうどその話してたんだけど、2月21日必着までって感じだから全然余裕でうちには届くから、21日に受け取れなくても私の手元には届くから大丈夫だよ。うん、変な話、ちゃけ若返ってきてる説あるわよね。だってえ、わかる昔老けてる。うん、体重変わってなくても蘇生費合ってる、なんか読み方むずい。は変わってる実際。あの体脂肪率減った。そう、こんばんは、どうも。数字よりシルエットが良ければそれが最高だよねー、だよねー。最後の手紙は卒校終わってから書きます。多分届くのでぜひ人間性変わってない、よかった。体組成、え、なんか私昔言ってた体脂肪率を 20% 切るっていう話、ここに来て達成しそうなのそう、え、結構前に言ってた、去年の6、7月あたりに MC とかで言ってた話。そう、あの頃いくつって言ってたっけ。私ずっとこれさ記録してるから多分書いてあると思うんだけど見れないかな、体脂肪率6ヶ月とか年単位で見ればいいのかな。あ、そう、本当にそう、本当にそう、マジでこの卒業公演目前で目標達成かもしれないっていう。え、そう、女性で 20% 切るのって結構大変なんだけど、去年の6月に 22.3% とかだったのね。でその後でもなんかちょっと増えちゃって、7月8月なんかずっと11月まで、7月から4ヶ月間 23-24% になっちゃったの。そうで、わーって思ってたんだけど、もう旅行で爆発したじゃん11月で。12月に入ってから徐々にちょっと頑張ろうって思い始めたら、あれ今になって、今日いくつだっけ、今日はでも 21.2% だった。そう、でも調子いい時今月 20.8% を記録して、そう、 20.8% はもう頑張れると思った。そう、 20.8% に一度なってるなら多分こっからもっと運動して筋肉つけたら 20% 切れるわ。すごくない？激ヤバ、魔の11月から 4% 減らした体脂肪、頑張ったわそう、でももう女性の 20% 切りは結構厳しい、難しいって思った。ライズアップ並みに落としてるそうね、なんかライズアップみたいに人に管理されなくても、多分私は本気出せば自己管理なんとかできるタイプだなっていうのをここで改めて知りまして。そう、食事とかなんか送んなきゃいけないらしいじゃん。でもなんかこう誘惑に負けて外食とか今日はお酒飲んじゃおうとかしないでここまで来れてるから、多分実質ライズアップこんばんは、どうも。卒業後も維持したいとは思ってる。あ、でも今のこの状態をずっと維持できるかわかんないけど、うん、そう、
卒業後も運動は続ける。無理して風邪ひかないようにだけ気をつけてね。うん、大丈夫。今んとこ無理は、無理まで行ってないんだよね。うん、やっぱり徐々に徐々に食事を減らしてったり、徐々にその運動量も減らしたりとか、走る距離だったり速さだったり傾斜だったりとか、あと筋トレも回数とか重さとかを徐々にこう増やしてったおかげで負担なく痩せられたって感じ。そうなんです。チャケザップやばい。え、でもマジで卒業公演終わったらマジでレモンサワーは解禁させていただいて。はい、あのお酒飲みます。いい乾杯ができそう。 R4303 1000回目の方もありがとうございます。すごい、1000回ありがとう。イエイ、ありがとうございます。レモンサワー何缶あるのって言われてるけど、実は缶でレモンサワーうちに今ないから、なんかいろんなチューハイがある。いろんなチューハイとビールとチャミといっぱいある。やばすぎ、酒飲みか。芋餅と一緒にお酒飲むのが今の夢です。はい、芋餅と一緒に、芋餅と焼き鳥となんか油物と一緒に食べてやる。フライドポテト山盛りで茶色山盛りで食べてやるんだから。ね、飲もう飲もう、ほんとだ、食べよう食べよう。ね、マックもチートデー楽しみ、超楽しみ、超楽しみ。美味しいご飯が多分より美味しく感じられる気がする。今までのなんか何倍も美味しく食べられる気がする。今めっちゃいい顔してますよ。ほんと最近美味しそうなご飯のこと考えながら頑張ろうってやってる。それを考えるとより食べたくなるんじゃないのって思うかもしれないけど、なんかもう美味しいもののことを考えて、美味しいお酒を飲むことを考えて今我慢してます。甘いものもいっぱい食べたい。甘いの大好きだから、超甘党だから。もともとアイスいっぱい食べたい、寒いけど。アイスいっぱい食べて、チーズケーキも食べるし、チョコもいっぱいいっぱい食べたいんだけど、多分胃がちっちゃくなってるから食べられないよってママに言われた。ティラミスもコーヒーゼリーも食べるから。そう、でもそう全部食べたいんだけど、多分解禁と思っていっぱい食べたいと思って目の前にいろんなもの用意したとしてもそんなに食べられなくなってると思うよって言われたわ。バレンタイン楽しみだね。出た、バレンタインシーズン。バレンタインシーズンになったら大竹ひとみさんは百貨店に行ってあの高級チョコレートを一人用で買い込むという癖があります。
やばすぎ。どうしよう、久しぶりって言ってあげるストーリーとかインスタがチョコだらけだったら。去年も一昨年もその前もそうだったもんな。一人でデパ地下みたいなとこ行ったりして、あと催事場みたいなところ行って、なんか今しか来日しないみたいなチョコレートとか、うん、そういうの買いに行っちゃうんだよね。そう、チョコ食べ放題。そう、バレンタインの意図に全く関係ないところで爆買いする太客おもろいだって。そうなの、私去年バレンタインのチョコレートで何万円買っちゃったんだろうみたいな。やばいよね、2万は使った、多分太客だったやばいよね、やばくない、本当におかしいよね。2、3万ぐらい多分チョコで使ってめっちゃビビられてそう今みんなに。え、そう、でもパパにもう買った。パパには何粒だっけな、あれ5粒ぐらいで5、6000円するやつ買った気がする。1粒1000円だからってみたいなえ、そう、なんかそういうのを、だから4つ買ったらもう2万円じゃんっていうことなんですよ。そう、そういうことなんだよ。でもそういうチョコレートとか、なんかもう今しか買えませんみたいな、お取り寄せも海外から取り寄せになっちゃうから食べられませんよみたいなお店とか見つけたら、やっぱ一度は口にしたいって思って買っちゃうんだよねっていうそう、でいいやつはいいやつでそれを買うし、でもなんか安くて可愛いのもいっぱい出るのね、そういう時。だ去年それこそ猫のチョコレートとかも買ったし、なんかパッケージが可愛いやつももちろん買わなきゃいけないのでそう、買わなきゃいけないんですよ。そうで、なんかまあチョコっていうチョコだけじゃなくて、まあクッキーにこうさコーティングされてるやつとか、あとなんか溶かして飲むやつとか、そういろんなチョコが出るじゃないですか。買わなきゃいけないですよね、はいそのチョコのフェスはタガが外れる。なんか他のああいうなんだろう、お菓子とかなんとか店みたいな、そうご飯のなんだろう、うん、例えば、うん、北海道店みたいなそういうやつとかは自ら行かないんだけど、なんかねバレンタインのねチョコレートいっぱい売ってるやつには何度も足を運んでしまうそう、不思議、使命感わかんないけど、それをゆっくり、あの賞味期限早いものから一日何粒ずつ食べていくのが幸せ。そう、加工したやつ、そのクッキーとか長く持つからいいんだけど、生クリームとか入ってるようなやつって結構早いから、あ何日までにじゃあこれ食べ終わって、次はこれ食べてやるのが楽しい。あともうちょっとだ、あと1ヶ月でその季節が来ると思ったらもうね買いに行くしかない。うん、チャケの手作りはゴディバの500倍は価値あるだって。チャケの手作りチョコなんて作ったっけな最近記憶ないんだけど、去年も誰にも友チョコとかメンバーチョコとかもやってないし作んなかった気がする。作ったっけ、覚えてないあ
ギリーも餅やばい手作り餅の方が欲しいあげる。もし作るとしたら何作りたいんだって。なんだろう、小麦系作りたい小麦系って何って思った。ブラウニーとかそれ系ってこと。作るならね、そう小麦系がいい。チョコの塊みたいなのは生クリーム入れないとさ固いから嫌じゃん。だからなんか小麦系がいい。あ、そうマドレーヌとかなんだろう、ブラウニーとかカップケーキとか、なんかそれ系ってこと。やばい、小麦から作るのやばい、ダッシュ村やん本当にね TOKIO の世界観マジで。そうダッシュ村です。農家はダッシュ村になっちゃうから、さすがに小麦からは作れないかチーズケーキね、チーズケーキはね作ったことある。実はベイクのチーズケーキ結構簡単に作れますそう意外と簡単。なんか、ね、材料4つ5つぐらいでできるんだよのストーリーが畑とか出てきたらおもろい何やり始めたのってなりそうね。耕したやばいね、チーズケーキ美味しいよね。私大好き、ベイクのチーズケーキが大好き。レアチーズはあんまり得意じゃないけど、好きは好きだけど焼く方が好き。まあレアの方が簡単だと思うよ、冷やすだけだし。ゆずかとかも作るのうまそうなイメージ。ゆずかはうまい、本当にお菓子作りがとってもお上手で美味しい。うんね、でも私は作るよりやっぱ食べる専門だから、食べるのが一番ねえ、そうそう、ゆずかよくは前の差し入れしてくれてたね、作って美味しかったわ。やばい、チャケやばいセリフ言ってる、島買っちゃったのはやばすぎ無人島買って自給自足してますみたいな、怖卒業後の私怖。将来は田舎で農家したいわ、はいいね、そういうの素敵。一回やってみるみたいなね米欄でチャキが不動産王になろうとしてんの草だ、やば土地買ったって怖よく食べてるチョコは、よく食べてるチョコ難しいな、なんだろう、そう言われると。でもなんか普段はマジでコンビニの市販のチョコを買うけど、最近まで食べてたのは神戸ショコラ食べてたけど、その前はあのストレス低減チョコみたいなんじゃん、名前忘れたけど、あれは持ち歩いてた。そうなんか一時的なストレスをなんか除くみたいな気分的にね、別にそれが直接ストレスをなんか解消されてるわけじゃなかったとしても、これ食べたらストレスが低減されるんだへーって気持ちで食べることによって落ち着く気がするみたいな。あ、そう、赤いやつ、ギャバみたいなやつ、そうそう我々は花木しか調達できないに笑っちゃった。花木の調達はとても助かっております。私の生活が優しい潤いティッシュによって生活も潤っております。私ビター系よりミルクチョコが好きだから太るんだよね。
神戸ショコラうまいよね、わかる。常に置いときたい。カカオ 90% とかなんかそういうのあんま得意じゃない。甘いのがいいんだもんだって。甘くないチョコはチョコレートじゃなくてカカオですって感じ。ごめんなさい、あの濃いチョコが好きな人いたらごめんなさいなんだけど、私はミルクチョコとかホワイトチョコとか甘みたいなやつが好きなので、はい、なんかもはや砂糖じゃないみたいなぐらい甘くて十分。ビターチョコ涙目卒業しちゃうってことは花木を送るのもラストチャンスってことだ。花木大量に到着しそうありがとうございますの気持ちですけどうわ中がクリーミーなチョコはやばい。うわなんか食べたすぎて頭グングンしてきた今。なんかもうなんかこんなんなってる今。イカれそうですチョコが食べたすぎてイカれそうです今。あと4日耐え、買わなきゃ食べないから。そう、クランキー系買うよ。あのポップジョイめっちゃ買う、知ってる？あのちっちゃいさビニールに入ってるやつ、板になってるやつじゃなくて一個一個で食べられるようになったやつ、気づいたら全部食べてる。チョコの中にブランデー入ってるタイプはあの冬限定のやつでしょ、常にストックされてますうちにはだから今買わないように必死なんだよ。ラミーとか買っちゃう、ラムレーズンみたいな。ラミーとかバッカスとか、バッカスやばい、もう一時期3箱ぐらい普通に家に置いといたし、はい、やばい、あれはうまい、本当に無理無理、本当に無理。それで酔ったりはしない、酔ったりはしない、さすがに。だとしたら、だってそれで酔ってたとしたら私公演中酔ってたことあることになっちゃうもんそう、バッカス楽屋で普通に食べてたから。それで、でも酔っちゃう人もいるみたいね、お酒弱いと。そう、お酒弱いとバッカスの中のアルコール 3.5% ぐらいあるらしいから、弱い人は結構なんかうわーってなるみたいです。よく減量中にこんな話できるね。ね、なんかもう究極に胃が小さくなったから多分あんまり今お腹空いてるとか食べたいって感覚がもうもはや消え去ってるからかもしれない、ね、うん。確かに配信中もバッカス食べてたこの前、この前ってか前。あーね、運転中食べないでくださいって書いてあるよね、なんか気をつけてねみたいな。そう書いてあった、なんかパッケージに、お子さんと運転中の方とか気をつけてねみたいな、ね、ダメだよみたいな書いてあるよね。バッカスに炭酸水飲むの最近ここではよくある、流行りではないけど。初めて聞いた。そうなんだ、今大滝ひとみさん自分の首から熱を取って手を温めています。左手も冷たくなってきた。大滝ひとみさん頑張ってください。熱を出すんだ寒いっていうか冷たい、手がなんか、体はあったかいんだけど手が冷たくて、なんか暖房つけてるけど肘から下が冷たい。困っている。
末端冷え性炸裂って感じ。そう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 、なんか手足先死んでる頑張ってー。この後運動してあったかくして風呂入ってあったかくするから大丈夫です、心配なさらず。私の手暖房 19.3 度から変わらず。頑張ってもらっていいですか。てか最近さ、うちさ20度超えたことないんだけど、部屋の中どういうこと、どういうこと。頑張って。でもエアコンの近く行って手やるとめっちゃ風出てる、めっちゃ風出てるし、めっちゃ温風なんだけど、そうそう、めっちゃ働いてるんだけど、なんか頑張ってください確かにフィルター掃除してないかも、いつからか。なんかエアコンの掃除だけめんどくさくてやってないっていうのも、なんかエアコンの下にベッドがあって、そうなんかフィルター取るときにベッドの上にホコリがかぶると思って、そこに一回何かを敷かないとなんかベッド汚れるからフィルター掃除したくないと思って、なんか敬遠してた。フィルター掃除しなきゃダメか、今日やろっかな。じゃあ思い立ったら即行動。あ、そうなんだ。それで電気代もかかるよ、マジ。掃除しよう。でもどうしよう、悩む。なんか最近全てにおいてここでこれやったらこうかもしれないっていうのを考えるんだけど、そうなの。フィルターを掃除するならマスクをしないとホコリでやられるじゃないですか。でもマスクをしてても私はもともとハウスダストアレルギーを持ってるのでやられるんですよ。でも今やらないと体は温まらないけど、今やったせいで風邪ひく可能性があるそうそうなの。どっちを取るみたいな。フィルターを掃除しないと暖かくならない。だけど私は今フィルターを掃除したら絶対にハウスダストアレルギーで死ぬそう。でもアレルギーはまあマスクをしてで薬を飲めば落ち着くけど、もし悪化した場合21に響く、そして肌荒れも起こす可能性がある。でも早く掃除をしないと部屋が温まらない。これは22日にやるべきかな。業者か22日か。今やっぱりアレルギーと風邪の引く可能性があることはできないよね。よし、翌日にしよう。今はダメだ、今はやっちゃいけない、今はできない、やめておこう本当に。フィルターが汚れてても効率が悪くなるだけで別に温まらないわけじゃない。そうだよね。なんか寒いのはなんでなんだろう、不思議だ。でもなんか密閉すごいからさ、うちなんかうん、あったかくなるはずなんだけど、はてな。いやね、電気代食うの。でもまあ普通に何度も言ってるけど、今日の配信でダイエットでそのなんか消費と摂取カロリーが合ってないから寒いのは絶対にある。
だって今までも寒かったし、先月も先々月も寒かったけど、まあなんか冬としてあったかかったのはあるじゃん。最近の日本マジ寒いじゃんね。急になんか日本寒くなったけど、最近の日本が寒いのもあるかもしれないけど、その最近にダイエットをして脂肪を燃焼させながら頑張ってるせいで寒い、ただそれだけな気がする。ありえんくらいさ寒くない？関東急に寒いんですよ。風冷たいし、そう、外今何度よって感じ。だからキンキンだから、そう、外気がやっぱ冷たすぎて中は温まりにくいっていうのあるよね。だからリハでさ数時間抜けてるっていう時もさ、なんかここで消して部屋がまたキンキンになってつけて温め直して、部屋さなんかまたこう5、6度一気に上げるのエアコンの負担になると思ってつけっぱで出た今日とか。ウォッカとか飲めば温まるよ。だってね、酒飲んで温まろうみたいな1ヶ月2ヶ月前の私だったら言いそう今の私は禁止中。関東寒いよ、神奈川今の最低気温5度だよ。だってねえ、それじゃ無理だよって思うねえふふ三重の窓ガラス羨ましいな。一重なんだけどどうしたら一重なんだけど、なんかめっちゃ通知来ると思ったら家族 LINE だった。やば、うまそう、うまそうなトーストをさこのタイミングで家族 LINE に送ってくるのきつ一番きつかった。なんかこうやって想像上だけでチョコの話とかしてる分には全然いいんだけど、写真とともに美味しそうなトースト送ってくるのきつ。ね、きつすぎ。自分の部屋も寒くてホットドリンク必須だってね。え、私ささっきさ家帰ってくる時にホットのお茶買ったんだけども、全然ホットじゃなくなっちゃったからさ、後でお茶入れる、お湯かお茶か入れるわ。普段はお湯飲んでるんだけど、たまになんか気分転換にほうじ茶入れたりしてる。今日は一日お湯飲んでた。めっちゃお湯飲んだ何リットルのお湯。紅茶あげるよ、だってちょうだい着る毛布ってやばそうだよね。私普段さもっこもこのジェラピケ着てんだけどさ、その上から着る毛布着たらもうそれこそ寝落ち、その辺であったかくて。晩ご飯は食べたよ、今日はサラダ、今日はサラダと、あとなんか薬局とかで売って売ってる、薬局？ドラッグストア、薬局買わない言い方、アーモンドフィッシュ、わかる？給食とかのお盆の端っこに置いてあるようなやつ、あれとサラダ。今日サラダだから寒いんだよね。
そう、いつもはスープなんだけど今日はなんかサラダの気分だった。ポトフとかスープが今まで基本だったけど今日サラダにしちゃった。お湯が体にいいみたいなの聞いてるけどなかなかお湯が飲めない。冷たいのが一番わかる。私もちょっと前までお湯気持ち悪くて飲めなかった。なんかむずむず。中学の時めっちゃ食ってたわアーモンドフィッシュ。そうあれちっちゃいの一袋とサラダね。サラダって体冷やすよね。そうなんです。でもなんか今日はサラダがどうしても食べたかった。鍋っていう手もあったし、なんか他でもよかったんだけど、そうでも昨日あたりから過度な塩分も控えてるからお味噌汁とかも飲めなくて、うわーしゃぶ酔いきたすぎ、やばすぎ。食べ放題したい、食べたーい、しゃぶ酔い食べたい。もう何週でもできそう。ね、でもなんか100塩分抜いてない、さすがにまだ。うん、完全に塩分控えるのは2日前でいいかなって感じだから、明日までかな、明日明後日までは少し控えめぐらいにする。でそうね、19-20で完全に控えます。それでどんぐらい変わるかなね。卒業公演の翌日一緒に行きますだってね。本当にもうしゃべように一番行きたいかもしれないって今思った。マックとかピザとかさっきまで言ってたけど、なんかしゃぶしゃぶ食べたいなね。ワッフル焼いてる、あれね、食べ放題でワッフル焼けるんだけど、一人でしゃぶをよく行くんだけど、それも多分えって思われそう、最近の大竹さん知らない人で。そう、一人でしゃぶを行って一人でワッフル焼いてるから団体様にうんって顔される。そう、女子高生とか気まずい、一緒に近くにいると。なんか男子高校生も男子大学生も結構いるんだよね。やっぱり学生が多いじゃん。だいたい2人とかでキャッキャしながら、ワッフル焼こうぜとか、なんかデザート食べないのとか、あれ持ってかないのみたいな、ワイワイキャッキャしてる学生の中一人で2枚焼きしてるんで私。はい、1枚じゃないんで2枚焼きなんで、あの2個あるんだいたい。そう、2個焼くところがあるんだけど、まあ、1個で収まるわけないじゃないですか甘党の私が。だからパカって開けて、そう2枚焼いて、こう2個の鉄板の真ん中でこうやって2分経つの、こうやってずっと待ってるんだけど、私が2枚焼き、そう自分のために2枚焼きしてるせいで、そう後ろを歩いている JK がいくらワッフルを焼きたいと思っても私の2分間が終わるまで1枚も焼けないという。申し訳ない、申し訳ないけど私は2枚食べたいし、私のが先にワッフルの焼く前に来たわけだから許してほしい。はい、1人1枚からとは書いてないから、はい。で2枚焼いて、その上にチョコソースぶわーかけて持ってって、でその後ソフトクリームも持ってってチョコめっちゃかけて、でそれ一気に食べて、でまたお肉
待って、大竹さんはチョコソースかけるタイプでナイスタイミングでコメント来てた。かけます。はい、そう、それでまた振り出しに戻ってお肉を食べて、そう、豆腐とか食べて、肉肉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 ってやってからまたデザート食べて、肉肉肉肉肉肉っていうエンドレスゲーム。やばいよね、あれ間にアイスとかさ、ワッフル挟むと永遠に食べられるの何なんだろう。激ヤバ。そうなの、デザート挟むとどこでもリセットされちゃうんだよね。そう、食べ放題もそうだし、なんかどこ行ってもそう、コースとかで頼むようなものじゃない限り間に甘いの挟んじゃったらいくらでも食べる。やばい。良くない、本当に無限に食べられちゃう。話聞いてると節制できる人に思えないんだよな。え、だよね、私もそう思うけど、やっぱりなんかそういう時は一日何も食べないでいくからね、気合を入れて。昼に一人でしゃぶり行く時は朝抜いてそれだけ食べて、夜は食べないで夜分まで食べていく。夜にシャウヨ行くときは朝昼抜いていくし、ね、はい、気合です、気合を入れて食べに行きますな。鳴らすとね、多分節制してるときとガチ食いしてるとき一緒だと思う、多分一日で鳴らしたら。そう、気合だ。いやでもね、節制してる反動で話が食べ物はめっちゃあると思ってて、本当に昨日も話したけど、私は YouTube で最近何々食べ放題企画とか、そう、何々何万円分買ってみたみたいな、 Uber1 万円企画とか、なんかそういうのめっちゃ見てる。やばくない？なんでなんだろうね、これすっごい不思議なんだけど、食べちゃう気持ちになっちゃう、なんか食べちゃうっていうか、食べた気持ちになっちゃう、見て。そう、話すこと見ることによって食べた気になれる。そう、好きなだしは、好きなだし、それはしゃぶように限った話だったら、普通に白となんかゆずのやつとか、意外とあっさりが好き。食べた気持ちになって実際に行きたくならん、行きたくなるのを21日以降で予定立てるって感じ。そう、え、だからやばいんだけど、21日過ぎた後めっちゃご飯の予定入ってる、激ヤバだから。運動しないとやばいの。そう、ご飯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 って予定入ってる。太るから運動しないといけないね。そう、こんなに節制した後にご飯の予定を入れまくってるのはやばいじゃん。もうそれは太るのよ、もう確実に。だから動きます。気をつける、本当に。まあね、そうなんだよね、ご飯は毎日食べるものだから仕方ないよね、食べるものだから。それをどこで食べるか、誰と食べるかみたいな、どれぐらい食べるかみたいな話であって、食べないわけにいかないもんね。そうだよね、ありがとう。いや、私一人でこれはいけないってとこないな、ないよ、特にない。早口、ああ。
洗濯物干し終えたらまだ食べ物の話してて死ぬだって。じゃあ逆に他の話したいから話題ください。与田友さん、ココアありがとう。ココアいいね。はあ、一人ディズニーも、一人ディズニーは別に行けることは行けるけど、なんかなんだろう、私にとってメリットがないから行ってないって感じ。なんかご飯がめっちゃ好きとか、ここのレストランのこれが絶対に好きだから行きたいまであったら一人ディズニー行くと思うんだけど、めっちゃなんか乗り物が好きってわけでもないし、めっちゃディズニーが好きってわけでもないし、めっちゃディズニーのご飯が好きってわけでもないから行かないだけで、行けるは行けるって感じ。なんか別に困ることはないかな、行きたかったら行くかなみたいな感じ。あ、もんじゃね、もんじゃは正直行けるんだけど、なんかもったいなくない？なんか2種食べたくって、もんじゃとお好み焼きが食べたいから他の人と行きたい。でも確かにもんじゃは行ったことないかも。今度行ってみる。月島一人で行ってみた。でも確かにまたご飯の話になってる。どうしたらいいのこれ。食べ物以外の話ってないのかな。ね、食べ物以外で行きたいところとかありますか。え、温泉、サウナ、温泉サウナかな。サウナ行きまくりたいな。行ってるけど結構今でも。相当食べ物我慢してんの伝わる。だって伝わるでしょう。本当に気づいたらずっと食べたいタイプだもん。全国温泉巡りね、温泉巡りしたい。温泉入りたいし、サウナ行きたい。サウナの出汁やばい。サウナの出汁で言うとロウリュじゃないね。ロウリュなんだろう、結構アロマ強い方が好きだよ。でも私でも何もやらないヒノキの香りがするただのドライサウナもめっちゃ好き。うん。ロウリュは出汁やばい。そう、染み込むじゃん体に。ヒノキの香りいいよね、大好き、落ち着く。なんか私そのために多分癒されに行ってるんだろうなって思う。なんかサウナに行くと落ち着くし、こうデトックスできるっていうのは、もちろん整うっていうところもあるのかもしれないけど、なんかやっぱり木の匂いとかがめっちゃいいよね。ヒノキ風呂も好きなんよ私。だからそう、なんかすごい自然って感じじゃない。そう、あ、自然だこれがね、ヒーリング効果ってやつね。AKB になる前から一人で行動できてた。うん、一人で行動してた。うん、中学生の頃からかもしれない。小学校の頃はあんま一人行動ってかお出かけをしなかったけど、中学の頃から一人でお店行って勉強してたから、そっからが始まりだった。うん、かな。将来サウナ付きの家にちゃけちゃん住もうだね。メンテナンスが楽だといいな。熱海が箱根行くときは呼んでください。やばい、熱海と箱根はマジでどっちも年一で行く、ガチ本当に。
中学でスタバ弁、え、なんか生きってるよね、生きり中学生に見えるかもしれないけど中学でスタバ弁してた。生きり中学生。はい、生きり中学生してた。めっちゃ持ってってたもん、なんか参考書とかいろんなの持ってガリガリやってた。一人でやってた時もあるし、塾の友達と行ってた時もある。やっぱ終わるまで帰れないっていうのは結構こうプレッシャーになるから頑張れるよね。そう、いきり中学生じゃない、中学生の頃からそんなところでね勉強して、別に図書館とか自習室とかさ、そういうところでもいいのにさ。土日とかよく行ってた。学校終わりはさすがに普通に塾直行してなんか自習してとかやってたけど、土日とかに昼から行ってずっとガリガリやってた。そう、あの頃まで頭おかしかったからな、本当に今日しか勝たんみたい なんか他の時間あるんだったら勉強しなきゃダメだよみたいな、自分の中でそんな感じでやってたけど、気持ち悪い今考えたら。勉強全然好きじゃなかったよ、全然好きじゃないけどやんないと学校受かんないからさ。そうマジで、そう、どうしてもと思って勉強してたけど、なんか今の勉強はなんか好きだからいいけど、その中学とか高校の勉強はさ、なんか好きなこと以外も勉強しなきゃいけないじゃん。なんかそう、だって別に数学とかさ、現代文とかさ、古典とかさ、なんか生物とか別に好きじゃないもん。みたいな。そう、別に好きじゃないけど、うん、受験するには勉強するしかないんだもんみたいな。そう、ね、まんべんなくやんの無理、本当にって思ってたけど、だからその当時からずっと大人になりたかった。大人になりたかった理由がなんかその日常的に宿題しなくていいっていうだけで、でなんか実際大人になって宿題なくなってめっちゃ幸せだもん今。本当にそう、なんか宿題ないのめっちゃ幸せ。やっぱりあの頃の自分間違ってなかった。なんかよく大人になったら学生時代に戻りたいとか言うし、学生の今がすごく大事なんだからみたいな、大人なんかすごく長いんだからみたいな、そう、大人はずっと長いものだから、学生時代のこういう宿題があってどのこうのでっていう時間も大切なんだよみたいなこと言われたことあるけど、全然大人になってよかったもん。って思った。そう、大人は自由だね。宿題がないのめっちゃ幸せ、本当にもう宿題ないのめっちゃ幸せです。でも確かに宿題以上の仕事があるのはまあそれはそうだね、それはそう。まあでも武道館とかリハの方が大変だったんじゃない。そうだね、なんだろう、
確かに。どうなんだろう。どうだろう。武道館とかのリハで追い込まれてた時と宿題でどっちがきつかったかな。わかんないかもっていうぐらいどっちもどっちかもしんない、私にとっては。待って、武道館の方が大変だったって言えないぐらい宿題もきつかったわ。だって終わりがないんだもん。なんかまあどっちも終わりないからかな。だって勉強だってさ、宿題は全部終わったとしてもさ、勉強が終わったためしなくてさ、当時だって宿題って宿題が全部終わってもまた何週目の過去問とか何週目のこのドリルとかなんかそういうの解かなきゃいけないしみたいな。そう、何回やっても終わんないみたいな。で前回やった時より点数がなんかなぜか下がってたりするとどうしようって思うし、前回はこれすぐ解けてたのに何分もかかんなかったのにとかで焦ってたし、それでなんか毎日朝を迎えてみたいな。それとなんかリハーサルは一応まあなんか先生がいらっしゃって行けば教えてくれる環境にあるっていうのを比べるとなんかどっちもどっちって思う。ただなんか去年の武道館に関しては自分はすごい体調が悪かったから、そうリハがきつかったのもあるんだけど普通に体調が悪くて、そりゃ40度の熱を出すような期間がリハと被ってたらきつかったよなみたいな思う。そうね、なんかきつさの意味違ったな去年。うん、さっきは子供に戻りたいって思ったことないの？ないんだよねこれが。そう、昔に戻りたい、子供に戻りたい、学生の頃に戻りたいって思ったことないんですよ実は。実は卒業したらショールーム辞めてしまうのですかに関してはアカウント変えてやろうかなって思ってる。ただなんかこの前卒業して翌日とかにこのアカウントでやりますって言えたらみたいな話したと思うんだけど、まあなんか聞いてみたら私にもやっぱショールームの契約というものがあるから、そんなすぐにはできないかもしれない。一般のアカウントでやりたいし規模縮小させたいなみたいな思ってるんだけど、そうでもなんかこのアカウントを通してやってる AKB の竹ひとみとしてショールームやってます契約がいつまでかとかちょっとまだ分かってないんで、ちょっとそれの関係で伸びるかもしれない。うん、感じです。だからなんか今すぐとか次の日からとかなんかその時にすぐアカウントバンみたいなのはちょっとできないかも。うん、すいませんね。まあ後々です。はーい、まあ告知はする。さすがにその期間結構重要やな、マジで。それだから話したくなったらインスタライブするわ。インスタは契約ないから。そう、なんかまあ配信ショールーム自体のアカウントを新しくするのはいつになるか分かんないけど、インスタはいつでもできると思うから、なんか話したくなったらそっちでつけます。そんな感じかな。うんうん、残ってるの2万ルームは使えないんだ。いや切れるからって話、いつ切れんのって話みたいな、そういうこと。まあなんか細かいことは言えないけどさ、さすがに私も知らないし、まだ知らないけど、まあなんか切るからねみたいな、それがいつ切れるんですかみたいな話だよねっていう。そう、それが21日切れなのかも私今知らなくって、そうただなんかこう月末締めなのかも分かんなくてみたいな、
それとこう決まってるのかも知らないっていう。そう、まあなんかそのうち知るから、まあそれに合わせて私は動くのみかなって感じです。インスタライブ夜中だけはやめてね、深夜2時とかだって。え？え？院内って時間決まってたっけ？決まってないし、それこそ卒業したら決まるもんじゃないから、何にも決まんないから、はい、大竹さんのゴールデンタイムじゃんって言われてる、やばすぎ。おたけさん最近ゴールデンタイム寝てるからな。うん、まあ気分気分ね。1時間で切れちゃう仕様変わったのいいよね。ね、せっかく今朝起きれてるならちゃんと規則正しい生活、まあまあ、ね、気分気分気分です。だからなんかもう決めたくない、何も決めたくない、もう何も決めない、何も決めない。なんか深夜にやりますも言わない、あの普通の夜やりますも朝やりますも昼やりますも言わない、もう決めない、決める必要がない、決めない。決めない、決めない、もう気分気分気分。そう、夜はやらないとか言わない、夜やりますも言わない、決めない。と決めません。やば、将来赤ちゃんのおむつ替えながら配信とか期待してます。だってすごすごい将来の話。自由すぎ。好きな時やってください。だってそう、そういうつもり、そういう感じでいきます。こんな感じでいきまーす。そうね、ほんとなんかわかんない、なんかほんとどうなるんだろうね。私なんかその後の生活とかその後の気分とかわかんない、なんかどうなっちゃうんだろう。一応仕事をするさ時期は決まってるけど、いついつからなんかちゃんと働こうみたいなのは、でもそれまで長くお休みももらうから、なんかそのお休み期間にフラーってどっか行っちゃうかもしれないしさ。そう、でも逆に長くなんか実家帰ろうって思うかもしれないし、そうなんか引きこもる感じはしないんだよね。うん、こもっちゃう感覚あんまりないんだけど、何すんのかなって。そうそうそう、うん、探さないでください配信。ねえ、なんか気分で一人でどっか行きたいな。うん、誰かとも行きたいんだけど一人でも行きたい。一人で行きたいところ予約して、自分の行きたい時間に行って、行きたいところ回って、行きたいホテルでゆっくりしてみたいな、そういうのもやりたいな。
もなんかめんどくさいなと思ったら行かなくてもいいわけじゃん、何にもしなくてもいいわけじゃん。だから何すんだろうと思ってそうね、海外にねわざわざ一人で行くのはないかな。うん、そうね、分かんない、何すんのかな、何すんだろう、分かんないな。なんだかんだいろんな予定は入ってはいるんだけど、それ以外の時間を自分がどうやって過ごしていくのかすごい分からんですね。例えばだけどコロナの時はあれ唐突に休みになっちゃったじゃん、なんか全部止まったじゃん。あれはなんか世界中が止まったし、お店とかもやってないし、なんか急になんかこう全てがお休みになるとか止まってしまうっていう状況になると思わず長期何もできない、何もしないみたいな感じだったけど、今回に関してはもういついつからいついつまでなんかもうオールフリーみたいなで、自分で分かって決まってる状態だから、まあ、いつ何してもいいんだけど、どんなことできるのかすごい楽しみではあるな。ドボンしてたらおもろい、つむつむとかゲームはいっぱいしてると思う、今でもしてるけど。こんばんは、どうもこんばんは。やば、1時間半喋ってた。あれ8時からだっけ、え9時からじゃないよね、私ショールーム始めたの。あれ8時からだよね。1時間半喋ってたりする？あ、マジで？サッカーのフルタイムしてるらしい、マジ。やば。え、ドボンのガチャめっちゃ引いてるの？私なんかさ、えぐいぐらいコイン溜まってたから、え、引かなきゃと思ってやってんだけど、コンプしてない、私でも。この私でもまだコンプしてないんだけど、メモリアル。えって感じじゃないね。配信後に行こうと思ってたジョギング諦めたぐらいには配信してくれてます。ガチ私終わったら走るよえって思った。あれコンプむずいよね、コンプできんめっちゃ引いてます。えだよね、コンプできるもんじゃない、マジか、やっぱみんなそうなのかね。そう、私もコイン貯めとく必要ないからさ、全部使ってやろうと思って引きまくってる待って、オンデマのチャキセレクト全部見終わった、早っ。ずっとつけっぱでしょそれ、もう確実に。ありがとね、見てくれて。毎月の100円以内の UR もらえんから無理なの。あ、そういうこと？そういうこと？あれもらえないのか、ドボンのガチャから排出しられないのか、おすすめランキングカード出ないみたいだからコンプは無理っぽい。じゃあ無理や、じゃあ無理じゃん、ダメだもう。あ、じゃあ限界までは引いたかもしんない、おすすめランキングのカードを抜いたら私はコンプしたかもしれない。え、ってなったらさ、どこまで私持ってるか分かんないじゃん、あれ。だってさ、何ヶ月分さ、その UR 持ってないかもしれ、知らないのにさ。ね、え？オークションのも取れないしね、私は。それな昇格した後の生誕の手紙のとこで引くくらい泣いた、やばいガチ泣き。めっちゃ痩せたね、ありがとう。
痩せたよね。フェイスラインがシュッとした。これがさ、なぜかさ、あの映像で見るとカメラ通すとさ、太く丸く見えるんだよな。今私はさ、ベストなさ角度でさ、ベストなライティングで配信してるからさ、シュッとして見えるんだけどさ。という感じですね。頑張ろう、もうちょっとあと少しだから絞るわよ。ワイルドのみ4日後究極に綺麗なチャキを見るぞ、だって。よろしく、ピース やばい。チャケちゃんとかけましてレモンと溶く。絞るわよ、レモンサワーあげるよ、座布団あげるよ、じゃなくレモンサワーあげるよ。よし、そろそろ配信終わりにして整えて走るか。今日はなんか走りモチベがあるから頑張れそう。うん、卒業公演ね、来てくれる方よろしく。一般枠の方は当たりますから、信じて気合で当てましょう。ね、マジで外寒いよね、絶対寒いんだけど。うわ、ヒートテック着て走ってるから頑張る、本気。サウナスーツみたいなさ、暑いやつはジムスーツみたいなやつは買わなかったけど、ヒートテック着て走ってるから頑張ります。ファイティーン。では壇上読みます。あ、やばい、急に目がドライアイ、ドライアイっていうか、なんか照明見ちゃったのかな、今リングライト直視したかもしれない。よし、壇上。13位小次郎さん、ありがとうございます。12位キュウリ屋さん、ありがとうございます。11位焼きそばさん、ありがとうございます。10位スノーさん、ありがとうございます。9位虫男さん、ありがとうございます。8位うなみのつけこひさん、ありがとうございます。7位よだともさん、ありがとうございます。6位よっぴーさん、ありがとうございます。5位レインボーさん、ありがとうございます。4位ワイマツさん、ありがとうございます。3位ハーブのどあめさん、ありがとうございます。2位てるゆきさん、ありがとうございます。で、1位チャケと結婚してないです、ゆうき、ありがとうございます。Thank you、 ありがとう、おつありです。急にイエーイイエーイ、ありがとう、パンダマルさん、回ってる回ってる、ありがとう。配信終わったのでやって今から帰ります。マジごめん、1時間半も、ありがとうね。おやすみなさい皆様、バイバーイ、おやすみなさい、じゃあねー。